テンションハイボール要求ライカです。さあ今ですね日曜の夕方6時でございます。はい、この時間ねキャプテン翼ジュニアユース編の配信開始時間となっております。以前の動画で語彙力がカスなんでアニメ実況はやめるって言ったんですけど、ちょっと今日ブレーメンの回なんでね今日はさせてもらうわ、はい、でこれ今から視聴するタブレットなんですけど、これもねブレーメンのステッカーを貼っております。はい、ということで早速ですが見ていきましょう。いくよ。語彙力がカスなんでちょっとね喋れるように努力しますが、楽しくねなるように努力しますが、そうまずね若林とヒューガがね殴り合いをしたんだよね最後に前回。うん、若林の声がいい。若林はね戦いではねサリナスなんだよね、あの声が鈴村健一さんで。いやそれでも違和感ないのがすごいわ、声優同じなのに。はい、三上さんと現像が喋ってます。ハンブルグの悪ガキどもがいじめられてるやつだこれ。いやなんかさ、この顔についてるさ殴られ跡がなんかめっちゃリアルじゃない、なんか青あざになってんだけど。ガチで殴られた時のあざじゃんこれ。そんな色にする必要ある？はい、オープニング来ました。お友達から教えてもらったんですけど、最初オープニングの最初にこう脇から出てくるシーンがあって、これがねリアルのサッカー選手らしいんですよ。一個一個がなんか元ネタがあるっていうのを聞きして、そっからねちゃんと見てます私も。いやーこのオープニングの曲本当にいいよね。はい、出ました、マーガス。マーガスが出るところ、出た。出た、もう認識してるからね。はい、あ、ちゃんとオープニングの表記、ウエストになってますね。ウエストドットの表記になってます。絶妙にね、サッカーっぽい曲にちゃんとしてあるのがすごいよね。はい、場面映りまして、これドイツ。なんかピアノの悲壮感。これホテルかな。あー松山くんかっこいい、松山かっけ。いや改めて見るとほんとイケメンだよなこいつ。こいつ、はい、若島津と日向くんが車に乗ってます。いや私あんまり知られてないと思うんですけど、日向と若島津めっちゃ好きなんですね。今のマーガスに出会うまでは一番好きだった。あ、ブラックボールだ、これブラックボールや。ブラックボール初出場。ちょっと可愛いんだけど、ちょっと待って、バス乗ってるみんな可愛い。待って。待って。そうだくんの横に森崎いた。森崎めっちゃ可愛い。これってさ、原作でもバスの座席って確認できたっけ？いや、今めっちゃ可愛かった、今。日向くんと松山くん寝ちゃってる。なんか松山の作がめっちゃイケメンじゃない？さっきから。このシーンさ、めっちゃおもろくない？これ漫画で読むとめちゃくちゃおもろいんよ、なんか。まず、松山がホテルから出てって、練習始めるね。うん。で、松山くんとは別に、日向くんもね、このブラックボールで特訓をすると。いや、音えぐ。木にぶつかった時の音えぐ。そうだ、ジュニアユース編はネオタイガーだ。はい、でこの日向君に松山君が合流するというね、ジャージで。何この火柱何。でこれをちょっと翼が見てて、でその後ろに美杉君がいる。で面白すぎるって、ここ大好き。みんなちょっと後ろから見て。あー、おもれ、やばい、ブレーメン来た、ブレーメン来た、ブレーメン来た、キャー。女子やっばい。こいつらのお目当てはあいつだよってやつ。早く言って、こいつらのお目当てはこいつだよって、あいつだよ。あいつ、あいつが来る。いや、みんなより一回り背高いんだ、シェスター。
やべえ、喋ってる、シスター様が喋ってる、ファンと、あー、喋ったはあ、喋れない、もう喋れなくなってるマーガス喋らんのかいこれは失敬いいよね、これは失敬言うわ、私もごめん言うわ今度から、これは失敬。シェスの強キャラ感がやばいよ、やばいって。あ、ジノも来た、ジノも来た。いや、やばかったマジで、あのファンの女になる気持ち、シェスターの女になる気持ちが分かったわ、ちょっとやばかった今。いやマジでやばかったわ、あやばやば、試合がうわーちょっと待って、このウェーザーシュタディオンってさ、川の横にあるのね、ちゃんと川まで描かれてる、普通にあの現地のスタジアムと同じだった今の作画。ウェーザーシュタディオンね、ウェーザーシュタディオン、ウェーザー川の横にあるの。さあ、若林くんがジュニアユース日本代表に合流すると、あー若林の滑舌がなんか気持ちいい、ラ行の言い方が気持ちいい。これなー、翼が出ないからボコられるんよな、ブレーメンに。やばい、試合が楽しみすぎる。マガ喋るよね、マガ喋るよね、これだったら喋るよね、こっから。いや、ジノって178センチもあるんだ、やっべ、ブレーメンのユニフォーム、やっべ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 出たー来るぞ、あのキックオフの瞬間いるからね、マーガスがシェスの横に。やばい、こんなフォーメーションとか出んのね、やっはーマーガスくん、江口さんだよねこれ、やっぱ江口さんだよねこれ、江口拓也さんだよねこれ来たわ死ぬシェスターかっこよすぎる、死ぬ、スパイク白色だ、出た、華麗なるジャンピングドリブルのやつだ、これ戦いで1億回見てる。いや、なんこれ、イケメンすぎん、シェス、わーナイスですかヤッホー出た、ヤッホーって、いや軽かったわ、ヤッホーっつってマリオみたいだった、ヤッホー、いや可愛い可愛い可愛い、女子うるせえ、現地観戦してるぐらいのね、興奮ですね。はい、前半終了、ブレーメン3点、日本は0点です。あ、そうか、キーパー森崎だったね。そうだ、若島津は手を怪我してるから。衝撃的なことが起こった。ドヤ顔出た。ちょっと待って。シェスターさ、3点差ですよ監督っていうセリフがあるんですけど、これ省略されたんかな。ちょっと巻き戻してみていい、私の好きなセリフが3点差ですよ監督っていう、いやこれ入れてほしかったな、細かいんですけどね。はい、ブレーメン3点、日本が2点追い上げですね。なんかさ、こうコンコンとドイツサッカーがやべえって話をされてもさ、もう今の状況的にさ、日本の方が強いんだよな実際。お、いいね、ブレーメンとイタリアも見せてくれる、これゲ、あ、うん、スーパープレイヤーいいね。あー、もうマーガスって呼んでるだけでもういいここのね、イタリアとブレーメンは原作ではほとんど描かれてないんですよね。まあアニメもそこまででもないかもですけど、このね、翼の思い描く強敵の中にマーガスいないんだよね入れたれ入れたれよ。わあ、スタジアムの横走ってるヒューガくん、シェスターイケメンだなおいイケメンだなおい、おい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 ソーダくんのこのセリフめっちゃ好きこれ以上恥をさらさなくて済んだじゃねえか。さあ、火がついた翼、コンティ来た、コンティはイタリアの可愛い子ね。あー、マーガスくん
そうだ、俺の目に狂いはなかったっていうのシェスの。さあ翼がイタリア勢をぐんぐん抜いて最終ラインも抜いたね。でジノと1対1。おお、演出が熱い。マーガスがちゃんと喋ってる。ありがとう江口さん。声優もちゃんと江口拓也さん。いやいや、松山ほんといいやつ。なんかこうプライドとかがね、いろいろ渦巻く中で翼をね認められるっていうのがすごいよね、素直に。あ、美咲くん、もう次は美咲くんも出るかもね。美咲とピエールのシーンが。さあ今週も終わりました。音速、いやーほんと毎回音速音速だしね。今回は興奮がやっぱ一番見たかったとこなんで、興奮がやばかったですね。リアルのサッカー見てるみたいな感じだったわ。あ、この燃えてヒーローマーガスとシェスターで歌ってほしいな、デュエット でそれを私の葬式で流してほしい。よろしく。なんかこのオープニングエンディングもさ、多分ストーリーの進行とともにね変わってくんじゃないかなって思うんですよ。ミューラーとかね、いろいろ海外のキャラも出てくるんでね。いやーそこも楽しみだわ。はい、次回予告、美咲だ。やっぱ美咲が乗り込むとこだね、あのナポチンと。はー楽しみ。戦いドリームチームってかっこいい必殺技がたくさんあるじゃないですか。モーションとか演出とかね。皆さん何がお好きですか？私は一番好きなのがマーガスの不屈のゲルマン魂なんですよ。このフェスマーガスが持っている不屈のゲルマン魂。今日はジュニアユースの放送記念ということで、このフェスマーガス、ジュニアユースのフェスマーガスを使った検証企画をやっていきます。ドイツ不動のフォワードマーガスの必殺技、強烈なシュートで相手キーパーに弾かれたボールに素早く反応し、ゲルマン魂のスライディングでボールをゴールに押し込む。そしてこちらのシュートですね、特殊効果スペシャルがついてます。遠いところから放っても威力が落ちにくいですね。遠距離補正があります。そしてもう一つ、このシュートの演出がマーガス固有の確定演出があるんですよね。この2つが特徴です。ゴールに突き刺す。あった。このように不屈のゲルマン魂は遠距離から打っても OK、 なおかつ確定演出があります。そしてこの確定演出というのがマーガス本人が走り込んで決める、これがポイントになっています。これを踏まえて冷静に考えるとですよ、これ3年前の自分のポストなんですけど、不屈が遠くから放っても威力が落ちにくいっていうのが私的にマーガス七不思議の一つ。遠くからシュートを放った場合、猛ダッシュでゴール前まで来てるってことになるはずなんですよ。以上を踏まえまして、このようにセンターサークルのライン上からシュートを打って何秒でゴールまで走り込んでくるかですね、これを検証したいと思います。そうしますと時速何キロで彼が走ってるかが分かるはずなんですよね。時間計測によって割り出せると思うので、これが今回の検証企画です。ちなみに FIFA の公式の規定でサッカーフィールドの長辺、横長の部分ですが105メートルと決まっています。そうしますとフィールドの半分で 52.5m。 戦いドリームチームの中では右上に試合の時間が出ております。こちらゲーム内の時間で1分が1秒で計算されるんですよね。今回はここの秒数で1、蹴った瞬間の時間、2、ゴールした瞬間の時間、ここが何秒かかるかを見ていきます。ゴールに突き刺す。あっ、トラッ。はっ、ガンガン攻めていこうぜ。トラッ。ガンガン攻めていこうぜ。
はい、ということで検証の結果、時速約178キロでゴール前まで走り込んでくるということが分かりました。この速度の目安がおそらくね、ドイツ国内を走ってる高速道路の車ぐらいの感覚になると思います。まあマーガスぐらいのフィジカルがあればこれぐらいは当然ですからね。そして不屈のゲルマン魂ですが、原作のジュニアユース編本編の演出となっております。よって今後のアニメでね、同じシーンが見られるかと思います。そこも楽しみです。ありがとうございました。ダンケシェーン。